演舞開演。どうも、私のつれづれなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこちら、ファミリーマートのお母さん食のローストチキンのトマトのソースかけを食べたいと思います。あー、ローストチキンか、結構豪勢な気がしますね。こうして左側入ってな、ポテトかな、トマトソースもしっかり入ってますね。下にはペンネみたいなのも見えますね。これはこういろいろ入って食べ応えありそうです。ではチャンネル登録をどうかよろしくお願いします。なんか開けた瞬間に結構ニンニクっぽい香りがしてきましたね。トマトだからちょっとミートソースっぽい感じもします。ではいただきます。お手軽ランチパックですね。からトマト好きにはおすすめです。お肉は割とプルプルしていて食感がしっかりあって美味しかったです。トマトソースを絡めるとうまいこと酸味と絡みましたね。で同じくちょっとペンネの方にもトマトソースがうまく絡んでいて、ちょっとふにゃっとした感じはあったんですけど、トマトの酸味がうまく口の中に広がってとても美味しかったです。そしてポテト、ポテトサラダ系のようにも見えたんですけど、改めてやることによってちょうどいいホクホク感と美味しさになる、そんな風になっているポテトサラダですね。まあ、ポテトサラダなのかどうかも分かりませんが、いずれもとっても美味しかったですね。ちょっと量が少なめですが、これをお手軽に食べられるなら本当にいい商品だと思いますので、こちらも点数とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演舞閉演。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。